エクトル・ミゲル・エレーエラ・ロペスは、メキシコティフアナ出身のサッカー選手。メキシコ代表。ポジションはミッドフィールダー。アトレティコ・マドリード所属。メキシコの CF ・パチューカで、プロキャリアをスタートさせた。ポルト2013年6月28日、FC ポルトに移籍した。加入初年度こそ、リーグ戦17試合出場など、なかなか出場機会が得られなかったが、2年目から、 チームの主力として活躍。このシーズンのクラブ年間最優秀選手に輝いた。3年目となった2015から16シーズンは、リーグ戦においては、キャリアハイの9得点を記録した。また、チームも SC ブラガとの達され、ポルトガル決勝に進んだが、惜しくも延長の末、PK 戦で準優勝の終わった。2018から19シーズンから、クラブのキャプテンに就任。 シーズン終了と同時に、スペインのアトレティコ・マドリードへの移籍が発表された。アトレティコ2019年7月3日、アトレティコ・マドリードと3年契約を締結した。背番号は16番。2019年9月18日の UEFA、チャンピオンズリーグ・ユベントス FC 戦では、終了間際に、同点ゴールを決め、監督のディエゴ・シメオネに称賛された。メキシコ代表として、 U-23 代表でプレーした。2012年10月16日の 2014FIFA ワールドカップ予選、エルサルバドル戦でメキシコ代表デビュー。2015年9月4日のトリニダード・トバゴ戦で代表初得点を挙げた。クラブ代表国際エマッチ88試合9得点。ありがとうございます。